米大リーグなリーグ優勝決定シリーズ第6戦ドジャース10から5メッツ20日米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアムドジャース大谷翔平投手30が20日日本時間21日3勝2敗と大手をかけて迎えたリーグ優勝決定シリーズ第6戦の本拠地メッツ戦に1番指名打者でスタメン出場 ドジャースは勝って4勝2敗とし、20年以来4年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ突破、リーグ優勝、ヤンキースとのワールドシリーズ進出、日本時間26日開幕、を決めた。ワールドシリーズの対戦相手は、ガーディアンズとのリーグ優勝決定シリーズを4勝1敗で制したヤンキース。 メッツとのリーグ優勝決定シリーズに続いてアメリカの2大都市ニューヨークとロサンゼルスに本拠地を置く人気球団同士の対戦は1981年以来で大きな注目を集めることになりそうだ。ヤンキースはメジャーを代表するジャッジ、スタントン、ソトラ強打者を揃えるスター軍団。投手にもコール。 ロドンな実績ある選手が名を連ね大谷 VS ジャッジの本塁打王大対決にも注目が集まることになりそうだ。打線の中心は3番に座るジャッジ。レギュラーシーズンでは、大谷を58本塁打、144打点、打率3割2分2輪と全部門で上回り、本塁打と打点の2冠王に輝いた。スポーツ記録を扱うオプタスタッツは、 MLB 史上初めて、レギュラーシーズンで50本塁打を打った打者がワールドシリーズで対戦すると X にポストした。今季54本の大谷と58本のジャッジは、両者ともワールドシリーズ初出場。またドジャースとヤンキースの顔合わせはワールドシリーズ12度目。初の世界一に輝くのは大谷か、ジャッジか。